じゃあ、まずあの3日間本当にお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。あの3日間とも通して大変盛況なセリフだったと思いますけども、はい、組合長の目から見てどのような3日間に集めましたでしょうか。はい、まあ、初日こそ台風の影響があって多少懸念されましたけども、2日目3日目とそれを挽回するに足る成績が上げれたと思ってます。で、まあ、全市場を通して6割超えを達成できたというのはやっぱり、購買者の皆さんに、たくさんおいでいただいてたくさん買っていただけたということが、一番の要因だと思ってます。今の話でトータルの 60% という話してましたけども、はい、トレーニングセールから始まってセレクション3もオータムと全てで 60% をクリアしたと、はいはい、まあ、要因をちょっとさずに絞るのは難しいかと思います。ですね、はい、やっぱり経済環境が良くなってるっていう、まあ、株価も含めてね、はい、そういうのがあっての、馬根さんの購買意欲につながってる部分もやっぱりあると思うんですよね、はい、それとJRA と地方競馬の総合発売で、はい、地方が、まあ、地方もそれのメリットはあるんでしょうけど地方が軒並み売り上げを伸ばしている、実質の見入りは多少考えるところもあるんでしょうけど、それがあるんでやっぱり馬根さん方も安心して競馬が続けられるっていう意識を持たれてると思うんで若者を買おうかっていうことに向いてきてるんだと思います。すごく地方の方々の購買が活発だと、特にこのオータムセールは、はいはい、今回は兵庫県と石川県、はい、でセレクションは東京都馬主会サマーセールもそうですけれども、はい、何かこう組合として働きかけあるいは一応団体購買をいただいてるところは年一度二度、表敬訪問と、継続をお願いにそれぞれの役員が、手分けして、そういう中で向こう側の反応といいますか馬主会側の協会側のなんかこう競りに対するなんか近年のこう変化みたいなものは何か意見として印象的な言葉がございますか。株側の意見といいますかね、まあ、総じて協力的なお話が多くて、はい、予算が取れたら買いに行くからねっていうお話はそれぞれにしていただいてるんで、そういう面では本当心強いですし感謝しております。競りを側面から支える一つの要因としてレポジトリー、はい、なんかサマーセールの時はもうそのモニターが足りなくて、はい、そうですね、はい、今回増設されたというふうに聞きましたけども、はいはい、やっぱり定着しつつあるんだと思いますし、はい、またそういうことを続けることが、馬主さん方に買うことの安全安心感を与えているんだと思います。実はじゃあ取引場の活躍とレポジトリの浸透と、はい、それから景気の回復と、はい、このあたりが競りの、まあ、主な要因かなと思ってますね。はい。はい、オータムセール3日間に、まあ、通して何か印象に残ることってございましたか。まあなんとかその皆さんの生産場が、まあ、価格はどうしてもこの時期の競りって、はい、低いのは否めないんですけど、でも売れてその後持ち越すっていう心配がないっていう安堵感をちょっと競り場を歩いてると感じたんで、はい、まあ理想はもっと高く売れるっていうことなんでしょうけど、まずはたくさん売れたっていうことの方が優先順位としては僕はとてもいいことだったと思うし、みんなにそういう総じて印象をいただいてるので、まあ、この先、まあ、いろんなまだ施策を講じなきゃいけないとは思ってますけども、まずは今年1年はまずまず自分たちの希望する成績まで来つつあるかなとは思ってますけどね。年度初めに、はい、おそらく売却率を回復させること、はい、それによって平均価格が上がってくるというふうにおっしゃっていましたけども、はいはい、そうすると、まあ、目標の第一歩はとりあえず達成と。そうですね。で、平均も多少はい、後で数字見ればですけど、1歳に限っては7、8万ほど、はい、平均で全市場通してですね、はい、上がってるんで、まあ
あのそれも徐々に定着していけばおのずと上がってくるのかなっていうのと、あの一方で種付け料を今までかけてた金額で多少下がってると思うんですよね、はい、そこまだ調べてないんではっきりあの言い切れないんですけど、その割にあの売り上げが伸びてるということはやっぱり牧場側としてはあの収支が改善しつつあるっていうことは言えると思うんですよね、ええ、あとあのもう最近であの購買することがニュースでもちょっと慣れなくなったぐらい海外購買の方が参入してきておりますけど、はいはい、このあたりについてはあの役員さんそれぞれが手分けしてあの一生懸命あの出向いて、はい、あの勧誘をしているということの、結果で、まあ、やっぱり友達友人関係とかということで、あの人間関係をまず気づかないと馬の売り買いにもつながらないという部分がやっぱり特にあの海外の人たちとはあると思うんで、あの向こうの人たちが安心して買いに来れるような環境づくりはあのこれからも続けなきゃいけないと思ってます。でそれなりに、まあ、韓国もあの国際的な要するに海外からも馬主さん入れるとかいうあの動きもあるみたいですし、あの馬もこれから上限を撤廃してっていうような考えもあるように聞いてるんで、うん、まあ、あの近いところが絶対有利だと僕は思ってるんで、はい、一生懸命信頼関係を築ければ、またこの先も購買につながると思ってます。そういう方々も含めて今回600人を超える購買者登録があったと。そうですね、はい。でまあ、売る側にしたら、はい、もう本当に3頭出せば2頭売れるという安心感ですね、これがまた来年につながっていくと思うんですけれども、あのそうなんですよね、やっぱり3頭持ってきて皆さんあの購買者側は比べて買われるわけですから、あのいい方から2頭買うのが、うんうん、まあどの3頭持ってきても選ばれますよね、そう選ばれるということはありますよね、だからそれを考えればあのこの数字を安定か6割7割の間で安定すればかなりまたあの生産地 の, あの意識も安堵感というかあると思うんですよね。で同時にまだあのこれでいいとは思ってませんので、購買者販売者双方にサービスこれから何ができるかを来年に向けて、みんなでまた検討していこうと思ってます。今ので1年を通しての話も一緒に含まれて、ええ、そうですね、はいはい、まあ、オータムは、まあ、あの多少平均額では下がった部分も確かにあるんで、あのもろ手を挙げてっていうわけにはいかないでしょうけど、まず相対でということでまず、あの理解してもらうということでご理解いただければなと思いますね、うん、1年間振り返ると、はい、何点ぐらいのああ点数まああの6割はやっぱり合格点ということで80点は年間通してねあっていいと思います、ね、ただそれにまた来年に向けて頑張れよっていう意味も含めてですね、でまああの85点でしたけど、ちょっと80ですか、平均対策が下がってしまった、まあ微妙なところをやっぱり加味しないといけないですいやあのありがたいし感謝してるんですけど、同時にこれ気を抜けないなっていう辛さもね同時に感じるもんですねですね、あの、我々紙で見ててもあの本当に新しい馬主さん購買者の方がとっても増えたような気がしました、あのサマーセールに引き続いてあのいわゆるピンフッカーの方が結構苦戦してた、はいはい、あのあ台風の時でしたっけ、まあ、今のうちに買わなきゃっていう話もしていらっしゃった方も言いますだけどね、であの問題点があるとすれば購買者側の方に対して、まあ、あの宿泊施設とかやっぱり購買者登録数が増えてるんでね、うん、投資でやっぱり170名以上増えてるんで、はい、購買登録がね、あのその都度あの宿泊施設とかまあ、欧米であればかなり遠くからでも参加するっていうのは普通になってるんだけど、日本の感覚日本人の感覚からいけばやっぱり近いところであの宿泊ができないのかっていう、やっぱり都会にいらっしゃる方は余計ね不便だなっていう感覚は持たれるんで、これ
どうやって解消のしようがあるのかないのか悩ましいんですよね。ありがたいとは言いながら、いや本当にこんなにたくさんの方おいでいただけるとは思わなかったですからね。去年も結構いい成績だったんですけど、それぞれの価格帯で、まあね、かなりやっぱり競り合い、一声で落ちるシーンがあんまりなかった。そうなんです ね、ええ、まあ、あのこの数字、まあ、いろいろありますけど、まずは合格点だと思ってます、はい。もう一つ、あの今日、はい、あの桂島農協の主催で、はい、競りと生産地を考えるでしたっけ、あのなんかあのセミナーやったんですよね。 あれでも一言いただけると、はい、いや、あの今日明日、あれ去年もやってましたよね。毎年やってるんですよね。今日あのさ、オータムの時に、日高でやるっていう。で、あの春の九州だから、あの春の展示的には関西のお巡りさんが中心にあっちでやるんですよね。あのそうですね、宮崎の方でやられるのと、あとブリーズアップの時にもやってらっしゃるんですね。まあだからそういう部分で新しいお巡りさんが、まあ、毎度こうやって来て、あの競馬会さんがいろいろ競りのシステムとか説明していただいて、まあ、今後参加していただけるような環境づくりをしていただけてるっていうことは、やっぱりこれの積み重ねはやっぱり大きいと思うんですよね、うん、ええ、あのみんな景気がいいから全部あのそれだけでなったっていうことではなくて、やっぱりあの競馬会協会、桂芝協会、三者協力体制っていうのは、まあ、あのいろいろ検討会もやってますし、あのそれは効果を上げつつあるというふうにも、あの自分たちではあの思ってるんですけどね。取り組みもね、はい、市場を支えて、まあ、それをあの今までなかなかそういう体制取れなかった部分もあったんで、うん、それはあの今後につながることとしては大事なことだと思ってます。あの今年引き取りのをあの買いましたよね。はい、はい、それで何かトラブル覚ませるまであったんですか。あの投函にしたことでトラブルはなかったよね、ええ、大きなのは、ええ、あのその日程の変更によるトラブルはなかったと思うんですけど、競り自体のそのいろんな解除契約解除とかそういうのは、あの大動物でいろんなことはありますので、それはあの、まあ、例年並みだと思います、ええ。だからこれだけ頭数、売れる頭数が伸びてる割には、あのそういうケースが本当に少なくなった。やっぱりレポジトリを出していることと、あの公表事項も、やってるのが定着してきてると思いますね、まあ、あのおかげさまで70億の大台を、弾き出したんで、過去最高は95億っていうバブルの時はあるんですよ。で、あのマジ通信読んでないですね。でもあのね、バブル崩壊以降はもしかしたらサラブレッドだけに限ったら、ああかなりね、検討した数字ですよね、アラブあの時ありましたからね。95億アラブ入ったんですかね。はいはい、それに関するトラブルもほとんどなかったですか、ね、でも今よりは、まあ、ゼロではないでしょう、ね、ゼロではないですけどね、まあ、あのいわゆるその公表事項とかレポジトリで、うん、あの引っかかったままは解約ですよって牧場との解除は何とかありました、ね、はないです、ね、あ、そうですか、ね、はい、登録者数の具体的な数字って、はい、総数であの1年を通してて、あ、今回ですか、オータム競りにつきましては、606名で去年に比較して42名増です。はい、ありがとうございます、はい、欠場率もだいぶ本当に減りましたので、はい、あのかなり購買者の方は事前に下見されてるように伺ってて、あの当初は職員もこれ相当減るのかなっていう危惧はしてたらしいんですけど、逆にこれだけ6割のあの競りができるっていうことは、あのお客さんが来るっていうことは競りに出した方が絶対競り合うっていう牧場側も自信を持って
来てるのかな、そういう傾向が僕たちは分析してるんですけどね。だからたくさん見に行ったよって聞いても欠場になってないですよ、それはやっぱりこの競りの売却率が一番説得力があることだろうと思いますね。およそ来年も同じような日程といいますか、基本的には今の時点ではこういう体制でいこうと思ってます。トレーニングセールに関しては、いつもより一周早かったんでしたっけ、あれはおそらく戻すと思いますね。競馬場の都合もありますけど、5月の下旬、20日前後でしたっけ、それぐらいに開催、要するに千葉の方が先だったんですね。だからその後ぐらいがいいかなと思ったんですよね。今年千葉より先でしたね。まあその辺のこともいろいろ他地区とも調整しながらやってるもんですから。あと売上額でいうと今回トレーニングセールが頭数が頂上頭数が少ないで、あとはその今回だとオータムセール搭載 の市場がなかった中で70億いったってことは、来年以降本当その2歳トレーニングセールは頭数は全然年並みに戻すということで、基本枠をはめてるわけじゃないんで、増えるだろうという予測はしてます。ってことはやっぱり売り上げもやっぱり今回70億って額は来ましたけど、やっぱりそれぐらいの目標は、これ今私が言っちゃうと事務方やりづらくなるんじゃないかと思うまあでもやっぱりそれでもやっぱり70億って超えたっていうのはやっぱりそうですね。基本その、予算を計上する上では、5% 前後の1割ちょっと間がありすぎて 5% 前後 の幅を持たせた予算計上をしてもいいんじゃないかなとは思ってます。明るい見通しが来年も開けてるという、今の経済環境が続くんであればほぼ同じぐらいの頑張りはできるかなと思ってるんですけどね。取引の実頭数が大きく伸びてる、そうです。ということは、それは実それらの馬たちが、中央地方それぞれのトレセンに入居して、2歳のうちに出ると、結局活躍すれば市場取引賞の交付対象にも当然、より多くの馬が、その対象になるわけで、まだ、今年10月11月12月まだ3ヶ月ありますけども、去年と比較すると今ぐらいの時期だとどうなんですか、その市場取引年間で大体年間でいくと7、8千万ぐらいだったっけ、交付対象が大きい、なるほど、ね、だから地方のは合わせて7、8千、地方はまだ去年の比較ですけれども、去年と大体同じ水準で今推移してます、ただ重症は年末にかけて分かんない部分があるね、これから過剰に入ってくるからね、その部分でも上部団体からの助成いただいてるんでね、3分の2をいただいてるんで、かなり市場としても動きやすいし狂いが少ないですよね、そういうのもやっぱりいろいろ考えたら、分配することじゃなくて組合っていうか販売者購買者にいろんなサービスがどういうことができるかということを考えて還元するのが理にかなってんじゃないかなと思ってます。今回の確認事項といいますか、セレクションの時にもお話ありましたけども、来年に関しては、今年はエンパイアメーカーのお披露目的なことでちょっと投資は多くしましたけども、来年はその部分ではもう少し前年並みに絞っていくというお話をされてたかと思うんですけども、その考えはやっぱり そういうふうになっていくと思いますよね、セレクションですから評価が落ちた3いや評価もいいんですよ、前評価もね、だから、その辺も加味しながらエンパイアの今後の情勢も考えながらということは当然ありますよね。
やっぱりあのトップレベルは、まあまあ、全くかなわないということじゃ大手に比較してそういうことじゃないんですけど、やっぱり層の厚さはね、いかんともしがたい部分があるんで、だからあんまり下の方まであの拾うのがいいのかっていうあの討論は絶えずしてます、はい、あのいくら馬体が良くても馬体がいいだけで、じゃあそれだけの価格がつくのかつかないのかっていうあのジレンマは絶えず持ってますんで、それ相応のやっぱり評価のある種馬のことじゃないと期待度は少ないだろうっていう考えのが一般的だと思うんで、あの全くないとは言えませんけど、あの数がどうしても足んないときたらいろんな状況もありますけどね、そこの部分はあのおそらく来年も厳しくなると思います、はい、あの1年間を通じて、はい、なんかあの今年1年を通じまして、トレーニングセルは特に7割を超えたっていう、とても私たちにとっては予想外のいい結果を見ることができましたし、年間通して6割っていうのはあの、まあ、欧米のセリに比較しても遜色ない数字だと思いますし、あのよりセリの透明性を高めるっていうことを念頭に置きながら今後も頑張りたいと思いますので、また来年度以降も、よろしく北海道市場を、可愛がっていただきたいと思います。本当に今年1年ありがとうございました。